米国株の朝のニュースです。1月17日水曜日です。このチャンネルでは米国株や世界経済に関する重要ニュースを隅から隅まで見てピックアップしています。新NISAの成長投資枠戦略にも役立ちますよ。今日は株式市場下がりました。今週はですね、歴史的に下がる週となってます。今日の1日の動きなんですけど、中盤からじわーっと下がって後半若干回復したかなという指数の動きです。はい、そして全体的に株価の方は下がりました。そしてですね、金利ですね、起きたら今日は爆上げとまではいかないですけど結構上がりました。前日比で 2.6% 10年利回りが上昇で結構大きめの陽線をつけました。そして、指数はすべて、下落ですね。ダウジョーンズマイナス 0.62%、SP500 マイナス 0.37%、ナスダック総合マイナス 0.19%、そしてこれは景気後退の動きでしょうか。ラッセル2000がめちゃめちゃ最近下がってて、マイナス 1.21% となってます。そんな中、今日のですね、経済指標でニューヨーク連銀の製造業指数の発表があったんですけども、前回マイナス 14.5、 今回はね、強いぞ予想マイナス5だったんですが、結果マイナス 43.7 ということで大幅に予想を下回りました。たまにこういうふうに下にボンボンボンと行くんですけど、それにしても、大きな、下げとなっています。これはコロナのパンデミック初期以来の最低水準ということです。新規受注と出荷が低迷、これでよく金利上がりましたね。金利に絡むニュースは多いので後ほどまたお伝えしていきます。そして、現職大統領が選挙で負けるときは株価が下がると言われてますけども、こんなニュース出てますね。トランプさん、再選に現実味ということでね、本当に、しぶといお方ですね。はい、そしてですね、先週、銀行の決算が、たくさんありましたね。JP モルガンとかですね、ありましたけども、この中ではね、結構企業向けローン債務とかね、低いしね、大丈夫っぽいですよね、経済は。ソフトランディングじゃないとね、コメントしたのは、JP モルガンの、ダイモンさんぐらいだったんですね。ただね、今日は、モルガンスタンレー決算ありました。そして一応ね、クリア、したんですけど、マイナス 4% と大きい下げをね、出しました。これは新しい CEO が地政学的リスクと米国経済について警告ということなんで、ダイモンさんに、近いですね。はい、そしてですね、このチャンネルですね、もうすぐ、チャンネル登録者数が1万人になります。底辺 YouTuber から、弱小 YouTuber への変身がね、近いぞーとね、いうとこです。はい、それではですね、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。米国市場にズームイン。はい、ジャッカジャーン。今日はですね、半導体が絶好調でした。他のセクターはほぼほぼマイナス、エネルギーなんか大きく下げてますね。情報技術セクターがちょっとだけ上昇で、あとは半導体がプラス 1.4% と、強かったですね。これはね、今週のね、週末が3連休でしたかね、アメリカは。たくさんニュースがあるんでお伝えしていきますけども、まずね、AMD 半導体で 8.31% と結構すごい上がりを見せましたね。今158ドルですけど、164ドルが史上最高値です。近づいてきてまして、 NVIDIA のようにですね、上抜けたらさらに大きな上昇を見せるかもしれません。新たな価値ですね。はい、そしてですね、次はですね、半導体に少しは絡むかなというところで、台湾の総統選挙があってですね、こちらはですね、アメリカ寄りの方がですね、当選したということなんで、TSMC ですね、こっちの方は順調じゃないかなというところです。ちょっと中国はね、嫌な感じはね、感じてるんじゃないかなとはね、思います。それとですね、すごい額のお話なんですけど、韓国、こちらがですね、世界最大規模半導体製造拠点建設、なんとね、68兆円の投資計画発表ということで、これはね、すごいですよね。もう本気です。半導体需要があるからこうやってるってことですね。はい、そしてね、次は半導体絡みなんですけども、ビッグテックのニュースいきましょうか。マイクロソフト、はい、ですけども、
あ、そうだそうだ。こっちもね、入れ替え忘れてたんですけども、時価総額マイクロソフトとアップル逆転、していますんで、ちょっと順番をね入れ替えたりなんか、してますよ。はい、でマイクロソフトなんですけども、アップルにね AI 拡大で差をつけそうですね。マイクロソフトはコパイロット AI、 これを中小企業とか個人に提供開始。今までは大企業教職員向けでしたけども、裾野が広がっていってます。消費者向けは1人、月20ドルで AI を Word、Excel などにも使えるようになります。そしてね、今日からですかね、コパイロットプロのユーザーは、OpenAI の ChatGPT ターボの最新モデルに優先的にアクセスができるようになるということです。マイクロソフトは2019年に OpenAI に10億ドルを、渡してですね、昨年はさらに100億ドルをですねつぎ込んでも、AI に、ね、かなり、シフトしていってます。はい、そして今日はマイクロソフトプラスの 0.46% と上昇したんですけれども、アップAppleはですね、ちょっとまあ下落なかなか止まらないなというところで、今日もマイナス 1.23% です。APP ストア、まあ、App Store のですね、30% の手数料、これを、誰かが、アプリをね売ったらもらえる、これがでかい、でかすぎますよね。一時420兆円ぐらいの時価総額になって、まあ、これ国家規模で政府に、ね、やられるんじゃないかとね思ってたんですね。そして今日はハントラストの、法違反訴訟、この、判決がですね、一部、出てまして、アップルに対する、法違反訴訟を棄却というような、ニュースが、ね、出ています。これは人気のゲームフォートナイトを開発したエピックゲームズがアップストアで高額手数料を取られるのが嫌だということで、外部サイトからですね買うようにリンクをですね貼ったんですね。そしたらですね、アップルからアプリ削除をされちゃったということで訴えてたんですね。これを棄却したんでね、アップルこれは、独占禁止法にならずに結構大丈夫なんじゃってね思ったんですけどね、こんなニュース、今のはねロイターですけど、今度ブルームバーグ、こちらを見るとですね、アップルの売り上げに影響が及ぶ可能性高まるということで、悪い感じなんですけどね。この最高裁は先に、開発者、まあ、アプリを売る人がアップストア以外に、iPhone ユーザーを誘導することを認める判断を下していたということで、まあ、アプリ削除は良、まあまあ、かったみたいですけども、外にねこう iPhone のアップストア以外で、ソフトをね買うように誘導しても OK ということなんで、こうなってくるとねやっぱ割安で他で販売されるんで、アップルの収益源にね影響が出てきますよね。はい、という、怖いニュースがあるんですけども、あとまあ独占禁止法の、違反ですね。アップルスマートウォッチの、最新機種からですね、血中の酸素濃度の計測機能を外して、医療機器メーカーのマシモトの特許の紛争による販売停止、これを回避ということで、スマートウォッチ、アップルウォッチがね最新版が売れなかったんですが、機能を外すことでまた売ることがねできるように、なってきています。そしてねまた、こちらがね今日下げの、悪いニュース、アップルいっぱいニュースありますね。iPhone15 中国で異例の値引きというニュースも、出ています。最大約1万円です。まあ、テスラも値引きしてますし、中国結構デフレですね。はい、そしてねこのAI について、IMF は、こんな感じで、声明をですね出していまして、発言していまして、IMF AI が世界雇用の 40% に打撃を与え、不平等を、悪化させると、警告をですねしています。はい、AI の恩恵を享受できる労働者は生産性と給与が向上する一方を、ダメな、まあ、できない、ね、労働者、 AI を使えない方々は後退するリスクがあるということですね。はい、まあ、以前ウォール街の銀行は、GDP 最大 7% AI を押し上げる可能性があると、予想してました。まあ、仕事の効率はね上がるんですけども、そもそも使いようがなかったら、どうなんだということだと思います。
そして確かにね、雇用に影響が出てきてて、最近ビッグテックのリストラニュースめちゃめちゃ、数百人単位ですけどね、増えてきてます。Google なんですけども、先週は音声アシスタントのね、あのピクセル、ネスト、フィットビットとかのハードウェアとか、あと拡張現実、セントラルエンジニアリング部門を対象に数百人と言ってたんですが、またさらにね、あの主力の広告営業部門で数百人、削減という、ニュースが出ていますね。はい、これは AI の導入で業務の自動化を進め、人間が行う仕事量を軽減する動きが広がっているからだとね、いうことです。アルファベットは、昨年1月も全世界 6%、 1万2000人を削減すると発表しています。はい、ということで、まあ、雇用を奪う動きとね、あの効率化の動き、 AI ね、どっちに進んでいくんでしょうか。まあ、あのいい方向には行くんでしょうけどね、ちょっと仕事もね、あのちょっと心配ですね。はい、そしてジャッカジャン、次はテスラなんですけども、はい、テスラ今日は、プラスの 0.47%、上がりましたね。あのこれね、また新たな、ニュースが、まあ、出てました。はい、イーロン・マスクさんが自分がテスラの議決権の 25% を持てずに、テスラが AI とかロボットの開発を行うなら社外で AI 製品を開発しちゃうぞとね、いうことでね、株欲しいとね言ってますね。今 13% を持っているということです。テスラは AI 企業ですからね、 AI 除いたら強みが減りますが、まあ、天才にね委ねるのが正解ということで株価が上がったんでしょうか。ちょっとね、一般の方にはリスクが高く見える部分もありますけどね。はい、そして次はですね、このイーロン・マスクさんの関連会社のスターリンクか、スペース X、 スターリンクですけども、はい、スペース X の、スターリンクについてですけど、このトラクターとかは販売してて、アメリカは最大の農機具メーカーですかね、このジョン・ディアーって会社があるんですけども、ここはですね、スペース X を使って遠隔地での田植えと収穫を自動化するということです。今アメリカの農場の 30%、 ブラジル 70% は Wi-Fi がつながらない地域なんですけども、衛星ならね、もうどっからでも受信できますということで、かなり、ね、便利に なりますよね。テスラみたいにソフトも自動更新しちゃうということで、将来は年間売上の 10% をソフトから上げたいですということをね、ディア、言ってます。はい、今年後半にブラジルとアメリカの未接続地域でデビューし、多くの国が続く予定だとね、いうことで、なんかね、イノベーションですし、期待しちゃうニュースなんですけど、そんなに上がってませんね、今、全体が下がってるんで、まあ、ある程度下げ止まったらね、DE いいんじゃないかなとね、思っちゃいます。はい、ジャッカジャーン、次は金利なんですけども、先ほど冒頭でですね、ニューヨーク連銀の製造業指数、めちゃくちゃ悪かったのに、10年利回り、結構上昇してました。これなんでだというのもあるんですが、金利のニュースで、つなぎ予算承認されたんですよね。これは金利下がるだろうとね、思ったんですけど、1月のね、まあ、米国株上昇に向け、一つハードルクリアだなと、思ってたんですがね、下落してしまいましたよね。まあ、こちらで、政府の閉鎖、これは回避です。ですね、運輸省、農務省、食品医薬品局は3月1日までの予算確保、残りは3月8日までということですので、またこの辺りでですね、ちょっと期限を気にしないといけないですね。これで、今週大統領にね、この、案をね、送付して承認してもらえばいいというみたいなんですけどもね、ドルがね、上がってるし、金利もね、上がってるんですよ。ドル円、この時 145.7 だったんですけどね、一気に147、まあ、これはドルが買われる動きはね、わかるんですけども、その後ね、FRB の、クリストファー・ウォラー総裁が、利下げがウォール街の予想よりも遅いとね、遅くなるかもと示唆、系統的かつ慎重に引き下げるべきだという発言がですね、ありまして、金利が今日は上昇となったとね、市場は見てるみたいですね。はい、そして今度はですね、経済指標で気になるところは、今夜ですね、小売りの売り上げがあるんで、ここでまた大きなサプライズが、強ければね、ソフトランディングですし、弱ければちょっと、景気後退側じゃないかなとね、いうことになってきますね。はい、そして、今日の、利上げ利下げの、
政策金利の予想なんですけども、先週 70% ね超えてた3月の利下げ予想が下がって 65% になりましたがね、相変わらず 1,2,3,4,5,6 回の利下げを織り込んでますね。先週末は7回になってましたけど、ちょっとまあ微妙な話ですけどね、はい、動きはありましたと。そして恐怖と欲の指数は70に若干低下してますね、はい、まだ高いところに、いるという状況です。そして逆イールドの方はですね、あらちょっと出てこないけど、まあ、若干ですねまた解消の方に、動いてましたけども、最終的にまあやっぱりちょっと強まってますね、はい、ゼロに近づいてきてて、これが、ゼロ以上になって通常の、イールドカーブになるとですね、景気後退を織り込んで株価が下がるとも言われてるんで、ここも、毎日ですね確認していってます。はい、ジャッカジャン。じゃあスプレッドシートでマーケット全体を見ていきますが、ここまで見てチャンネル登録いいねまだの方はぜひともよろしくお願いします。このスプレッドシートはですね、まあ、気になる方は概要欄からお求めできますんでよろしくお願いします。はい、それじゃあですね、いつもこれ結構たくさんあるから、は短くしようとしても長くなっちゃうんですけども、いきますね。ドルはね強い。今日は仮想通貨、このあたりも、上昇してきてますね。一旦下げてね、ビットコイン1週間で 5.6% も下がったんですが、ちょっとリバウンドしてきてますね。イーサリアムは好調ですね。こちらのイーサリアムの ETF の承認が今度期待されますが、やっぱりね、まあ、財務的背景が全くない仮想通貨なので、機関投資家さんたちがちゃんと入ってこれるかはまだ謎ですけどね、まあ、どうにか理由をつけて入ってくるんじゃないかなとは思いますけども、もうちょっとね機関投資家さんの本格インは時間かかるのかもしれません。はい、そしてですね、マイニングの企業たち、これがですねビットコイン半減期でもらえるお金がですね、報酬が 6.25 から 3.125 ビットコインと半分になると。半減期は4月なんですけど、これで損益分岐点がね1ビットコイン4万ドルを超えてないとマイニング企業は商売上がったりになるみたいなんで、多分上がっていくとは思うんですけどね、ちょっと気にするべきところかなと思ってます。はい、指数は全滅。ちょっとね、グリーンの、地帯にね赤が入ってますね。はい、まあまあまあ下落ですよ。そしてね、やっぱ新興国下落、新鮮総合はプラマイゼロだったんですかね。中国株ね、またCWEB なんか今日 8% もね下がっちゃってますけども、中国人民銀行は、中期貸出制度の1年もの金利を 2.5% に据え置きましたと。で、市場はね利下げだろうと思ってたんですけど、据え置きでちょっとがっかりしたのかね、だいぶ売られてしまってます。ただまあMLF 経由でですね、満期到来の休止分を除いて総額4兆3700億円を、金融システムに供給したとはね言ってますけども、そんなダメだったみたいですね。はい、そしてね、銀行の王様 JP モルガンが、インドがアジアの最有力候補に、なるということで、まあ、アップルとかも8月にインドで iPhone 一番最新版ね生産を開始してます。中国株3年連続年間下落で、健全になるには長い期間がかかると JP モルガンは今のところ見ているということでね、まあ、こういう時こそ買いだろうと思うんですがね、全然上がってこないという状況です。はい、そして、今日指数は情報技術と、半導体だけですね。はい、この辺は、まちまちですが、 NVIDIA はねなんと 3.1% も、上昇でね、 AI 半導体だけは強さを維持しているという状況ですね。はい、そしてマイクロソフトが一番上に、来てます。時価総額アップルに差をつけ始めました。はい、そしてなんか駅伝みたいですね。情報技術セクターは、MongoDBとかがね、買収憶測が漠然と、あると、いうことですね。あら、どこ行ったっけ？あれ、MDB どっか行っちゃった。あれ？あ、AI にいるのか。はい。今日は若干、上昇してると。 3.5% ね、MongoDB は、上昇しました。はい、でサイバーセキュリティはやっぱり
っぱりね、これマイナカードとかもねありますけど、会社でもね、いろんなトラブルがありますから、やっぱサイバーセキュリティはこれから先もねどんどん伸びていくようなね、気はしますけど、この PBR とかね見るとなんかものすごい割高になってますよね。はい、すごいですね。そして半導体ですけども、今日は、AMD が非常に強かった。これは AI 期待からですね。はい、 8.3% です。そして、AI 銘柄はそんなに良くないですけども、新興国ハイグロもそんな良くないですね。はい、下落しております。はい、で、ライドシェアもまあそんな良くない。そして、どんどんいってヘルスケア、はい、こういう時ディフェンシブなところ上がるかと思いきや上がってこないどころか結構やられちゃってるヘルスケアですね。ああ、こういうミーム株がね今めっちゃめちゃ売られてるんで、本当になんか強い企業が今買われて弱い企業ガンガン売られてる傾向があるんですよね。はい、ちょっと気をつけないといけません。輸送製造マイナス、ボーイングねちょっと不手際がたくさんあって、マイナス 8% ですね。737MAX の納入、これね中国でもねちょっと、一旦ね停止みたいな感じになっちゃってます。はい、ウェールズファーゴがイコールウェイトに、格下げを行いました。そして航空株、結構ねまた下がってますがね、ピンチなのがねハワイアン、これちょっとやばいね、出来高がいつもの11倍もあるんですけども、スピリット航空ってところがね一時ね暴落で 61% も下がったんですが、これはジェットブルーへね38億ドルで売却しようとしたんですが、判事がダメだとね裁判が、そうなっちゃって、これでねコスト意識の高い利用客の利便性を損なうということで、ハワイアン空航空ね今持っててね18ドルで売るという予定なんですけど、ここに暗雲が立ち込めている、これはなんかちょっと心配ですね、ハワイアン。はい、これドーンとね当時の、ところまで行っちゃったらねすごいことになっちゃいますけどね。はい、クルーズは上昇良かったですね。まあ安い旅行ですね。はい、そして、楽しいんでしょうねきっとですね。はい、ホテルレストラン旅行はまあまちまちな状況、店舗系はやや下げですが、電気自動車はもうね地獄絵図ですね。もうこう下げが全然止まらないということですね。はい、今ちょっと大きなブームがかなり転換期を迎えているのかもしれません。自動車はまちまち、ドラフトキングスはなぜか上昇してます。はい、金融セクターは、ですね、JP モルガンが内部告発者保護規則違反で1800万ドルの罰金を支払っておりますということですね。マイナス 0.6、はい、今日ゴールドマンサックスも予想を超えました、決算ですね。でこちらは、上昇しているということです。そして、あとはバクトとかね、こういうミーム株もガンガン売られてるんでダメージすごいですけど、 NVIDIA の上昇でね、それとドル高で今のところそんなに痛んではないような状況です。はい、そして、あとはフィンテックでペイパルですね、 4.2% も、こちら下げてしまいましたけども、みずほが、中立へ格下げということで、アップルペイとかのね競争激化、フィンテックもね競争ということで、4.2% も下げて、今日出来高いつもよりだいぶ高いペイパルです。生活必需品ディフェンシブですけども下落、明日小売りの発表がありますけど、ウォルマートどうでしょうね、強いと見られてるんでしょうか、プラス 0.3% です。素材は、マイナスですね。アルコア、決算があります。はい、そしてエネルギーは、マイナスということで、これはですね、航海今攻撃がかなり激しくて、また新たな攻撃がね、ギリシャ船舶でしたかねに向かって行われたんですけれども、こちらかな、はい、ギリシャで、ミサイル被弾と、にもかかわらずね原油価格ね下げるという状況なんで、やっぱねちょっと中国をはじめとした景気後退が強い状況と思われます。はい、じゃあですね、今日はもう時間になりましたので以上になります。はい、もうすぐ1万人ですね、皆さん応援よろしくお願いします。いやー、米国株って本当にいいもんですね。さよなら、さよなら、さよなら。